ことね沼。ことね沼は千葉県阿鼻子市と茨城県取手市との県境に位置する三日月湖である。ことね沼は大正時代中期までは、とね川の本流であり、県境ともなっていた。しかし、この地域でとね川の流路が急激に湾曲していたため、台風の襲来による河川の氾濫が絶えなかった。そこで、1911年から1920年の、 利根川河川改修により、流路を直線化し、利根川は現在の位置を流れるようになった。その際に、県境は変更されず、2015年現在でも、千葉県と茨城県の県境線は琴音沼を通っている。このため、琴音沼と利根川に挟まれた細長い地域は、鳥出市鳥出の一部及び、小堀として、茨城県に所属している。このことによる弊害として、 この地域に住んでいる、小中学生は船を使ってトンネ川を渡り、学校へ通わなければならなかった。現在は、鳥リ駅周辺地域まで、鳥リ市、コミュニティバスが運行されており、交通の便は改善されている。現在、ことね沼は、地域住民の格好の釣り場ともなっている。小堀地区は、市営渡し船である小堀の渡しによって結ばれている。また、 小堀地区を循環するバスも運行されている。ありがとうございます。